あーなるほどね、単独券で300円、共通券っていうのは、あーそっか、ポートビルの展示室と海洋博物館だねと全部セットになってるのが710円。あーあと30分ぐらいしかないからちょっとさすがに無理か。もうでもこの時間から入れるんですね。チケットも売ってましたし、でこっちのこのこっちかポートビルの、あそうかそうかそうか、車で来た人がここら辺から出入りするんだ。でこっちに、まあ、ここからも静岡の方にも出て、まあ、広いところなんで入り口もいくつかあるんですよね。で遊覧船は11時スタートか、11時15分か、まあ、意外とこういうのにクルージングするって楽しいですからね。結構あの選択の幅があるんで楽しいんですよね、名古屋港。家族連れてきてもいいし、子供ね、お子さん連れてきてもいいし、このままに共通券、あさっきのやつプラス水族館もセットにしてるの、フルコースだと2400円できるんだ。結構とこですね。なるほどな。あ、もう定食屋さんとかやってんだ。なるほどな。で、名古屋港はちょうど四日市はね、あの海が東側に来るんでね、朝日がすげえ眩しいなっていうところです。ここは本当にちょうど真南にあの向いてるんで、常にね日の光がわーっと差し込む明るい港ですよね。でかいですね、やっぱ。ここはですから、あんまり貨物とかが来るところじゃないんであれですけど、奥側に行くともうどかどかタンカーとかがね、着くようなあのでかい金城埠頭とかがそうか、あっちとか東島とかあっちの方とか行くとね、すごいですもんね。いやこうして見るとすごいわ、改めてね。で前が上から下で名工トリオですね、伊勢湾があるんですね。ようあんなところから走ってるな、こうやって見ると俺走れんくらいは高すぎて。でこっちが桟橋かな、うん、で遊覧船とか多分こっちから乗るんだったかな、うん、水上橋とか、うんっていう感じ。30分だとさすがに一駅歩くのちょっとしんどいか。あ、こっちももうなんかやってんだ。電気ついてますね。連絡するのか。なるほどね。20分で行けるんだ。金城埠頭。便利だな。鉄道で行こうとすると、あれか。金山乗り換え。あ、じゃあな、名駅まで行かなんかねや。これで、境で乗り換えて、名駅でもう一回乗り換え
って行かなかな、結構かかるな、こいつ時間かかるかな。あ、メイフロこういう当てなんだ。こういう風になってるんだ。あ、そして災害が起こったらそれを持ってって、こうベドッグベースにすることができるようになってんだ。あ、これか。なるほどね。300円で見てる施設ですけど、あの現役ではないですけど、あのガチンコの船なんでね、当然海の上に浮いてるんで、あのよくあるようなアミューズメントパークにあるような船のあれとは違って、本当にちゃんと船ですからね。あ、ここに書いてあるね、施設の単独券と、だからプラス1600円ぐらいかすると見える感じか。高校生はもう大人と変わらないんだ。なるほどな。あ、4匹だと4匹使っても500円ですもんね。安いな。やってくるんや、こっちにはいいんやってなるもんね。昔からの定番ですしね。結果的に、あ、これあれ、南極の要は雪上行くやつですね。なんでめちゃくちゃ気さくやるんですね。なるほどな。10分ぐらい。せっかくなんでちょっと中のスペース使わせてもらおうかな。無料スペースですし。牛乳かなんかあるか。ちょっと軽く飲んで、ちょっと無料休憩所空いてたら使ってみようかな。よいしょ。もう30分ないですからね。